こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションフレイヤちゃんの第15回。ちょっと前回までまた回数がずれておりました。はい、前回は14回、今回が15回、リバイバルドラゴンエピソードを見てまいります。リン・ミンメイの主演の、リン・ミンメイ主演の映画シャオパイロン、もしフレイヤーたちがこの映画を見ていたとしたら、デジタルリマスター版かも。いや、そりゃそうでしょうね。デジタルリマスターどころか、4K、フル HD、なんだ、ウルトラ HD かな。リマスター版かもしれませんね。プレート見てまいります。エピソードプレートではなくなりましたね。ただね、やっぱこういう風になんかテレビシリーズのね、なんかシナリオをこう沿って見られるっていうのも歌マクロスの一つの良さではあったので、まあ後半の方ね、エピソードプレート、衣装解放プレートっていう風に変わっちゃったのは残念じゃ残念ですね。で、星4プレート、はい、ラグニャンニャンの用心棒、接客用かと思われる赤いチャイナドレスの姿のままノリノリでポーズを取るフレイヤー。その仕草にはかつて地球で大流行したカンフー映画の影響が少なからずあるのかも。これランカちゃんが着ていたやつですね。歌マクロスでも導入されましたルビーニャンニャンか、超時空反転ニャンニャンの、店員さんの衣装ということでね、ランカちゃんには実装されたんですけど、フレイヤちゃんには実装されなくて、本当残念極まりないですね。これね、チャイナ衣装、いや、それこそもう全員分用意してもいいぐらいの衣装ですよ、これね。まあこれじゃなくても、まあ、とにかくチャイナはもうマクロスの原点ですから。全員分なぜ用意しなかった、なぜわざわざね、そのハロウィンとかクリスマスとかね、あとはウェディングか、ジューンブライドとかやっておいてね、肝心なチャイナを忘れるとは何事か。そんなにみんな思い出ないのかもしれないですね、チャイナに。すみません。はい、いや、可愛い衣装なんだけどな、残念で。おっ、キースお兄様。はは、舞い戻った白騎士。惑星ラグナでハヤテに撃墜された際、右目を失うほどの重傷を負ったキースお兄様。顔の半分を覆うような眼帯を当てながらも、誇り高き信念に曇りは一切ない。大事なね、国の宝であるキースお兄様のお顔に傷がついてしまうとは。まあ仕方ないですね。こればかりは仕方のないことです。はい、意外とルンをピカピカさせるキースお兄様です。はい、そして星5プレート、歌剣炸裂剣法娘フレイヤー。歌剣でいいのかな、歌剣。地球における中華的な文化を模した舞台で、ヌンチャク片手に武芸者を演じるフレイヤー。高い身体能力を生かしたスタントもバッチリ決めて、気分はすっかりカンフースター。そうですね、結構忘れられがちなんですけど、ウィンダミア人っていうのはですね、寿命が短い分身体能力が高いっていう設定なんですよ。わかりますか、これゼントラーディとちょっと似せたね、そういう意識だとは思われるんですよね。ほら、ゼントラーディっていうのはもともとね、巨人であって、人類に対して圧倒的なね、そのなんだ、科学力を持っていて、こう攻め込んできた、それに対して対抗、まあ、対抗したというかね、なんだ、このプロトカルチャーというふうに勘違いをさせて、ひるませるっていう作戦ですよね、がうまく
成功したっていう流れな、まあ、その要は圧倒的な力に襲われる地球人類で、圧倒的なその要は身体能力を持ったウィンダミア人にこう、まあ、地球人類ではないですけど、まあ、球状星団っていうのが脅かされる、なんかそういう構造を作りたかったのかもしれないんですけど、なんかあんまりその高い身体能力っていうこの設定あまり生かされなかったようなね、あの第1話あたりだったかな、第2話あたりだったかな、あのフレイヤがね、あのほいほいほいなーつって、このなんかお店の看板の上まであの軽々とね、あの、うん、ジャンプして飛び乗っていくっていう、なんかそういうシーンはありましたけど、まああとはそうですね、潜入の時とかにもまあ多少なりともそういう、でもなんだろうね、圧倒的な、高い身体能力っていうのはそこまでなんか感じなかったかな。ほらそれこそ絶対ライブなんかの時はボーグさんがね、あのデルタ6になったわけじゃないですか。あれでもその圧倒的身体能力がどこ行っちゃったんだっていう感じでね、なんか不思議です。まあ、それこそなんだ、名前忘れちゃった、ハインツ様じゃなくて、あの賢者の人ですよ賢者の人も圧倒的な高い身体能力を持っているはずなんですけど、なんか杖ついて出てくるしねまああれはもうその結晶化が進んでるっていう、そういうところも意味合いもあるのかなあーら可愛いですねとっても、なんかこういう表情ですよね、フレイヤちゃんのね、この崩れた表情というのは、いやとっても、まあこういうのもいいと思います。短パンですね、ピチピチの短パン、たまらないじゃないですか。いいですね。いやチャイナいいはずなんですけど、もうチャイナはほんと民名しか着てないからな。民名とあと、シェリルさんはちょっと微妙なおとなしめのチャイナなんか本当にあのドレス的なチャイナで、なんかこういうねアクティブなチャイナもね、いやもっとみんなに入れてほしかったですね。はい、では楽屋へ参りましょう。いやーどっちもいいかなこれな、リアリティアップ前もね、リアリティアップ後も、あいやどっちもいい、悩むところですけど、一応背景にはリアリティアップ5をイラスト持ってきました。コズミックアポからの、ラグニャンニャンメサイヤ、ミンメイさんの方はニャンニャンメサイヤだったかな。じゃじゃじゃーん、ビューしていきましょう。可愛らしいですね、めちゃくちゃいいですね。あ、なんかここの部分、靴の足の甲の部分かな、なんかちょっとレースではないですけど、なんかちょっとこういうねワンポイントもなかなかいいと思います。あ、動くぞこの青い部分ね。そう、なんだかんだねこう回してもね、この要は可動判定のある部分はね多少は動くんですよ。まあ、ただ回してもね、これでスカートがめくれるとかそういうことは、ほぼないですね。何を言ってるんだかな、何を言ってるんでしょうかね。太ももに何かを巻きがち歌マクロスねえ、なん大体なんか巻いてあるような気しますけど、そして黒いスパッツとてもいいと思います。はい、でね、そうだからスパッツとかこういうのの場合はやっぱなんか隠さなきゃいけないんですよ。いや、あのまあ見えてもいいんだけど、なんか多少はねこう上にこう布がかぶさってる、それがいいと思いますね。このリボン別になくてもよかったっけ、もうちょっと小さくてもバランス大きすぎじゃないね。せっかくアクティブならね、そんなに大きなリボンつけなくても、ではもちろんね、かわいいです、リボンかわいいんですけどね。ほらお胸のボリュームがありますよね、明らかに。レイナさんとかとは、違います実際ね、アニメ、あれは劇場版の方かな、劇場のワルキューレの方かな、あのお風呂のシーンでね父揉まれてたりしましたからね、レイナになんかこれもいいな、
多分中身は空っぽ、空っぽっていうかね、あの髪の毛とかを束ねたわけじゃないんでしょうけど、いやーかわいい、なんつうか、うん、パンダ耳みたいでね、かわいらしいんですね。これがあ、さっきの靴と同じなんか飾りがついておりますね。いやーよくよくできておりますよね。はい、ちょっとこれちょっと遠見で見てみましょうかね。いやこれいいですよ、これはめちゃくちゃ可愛いです。どうしてみんなにチャイナを実装しなかったのかがもう不思議に思えるくらい、まあフレイヤちゃんが可愛いんですけどね、チャイナが可愛いっていう話ではないんですけど、他のメンバーにもぜひチャイナを実装して欲しかったですね。ちょっとねこのぐらいかな。そうしましたら特別演出見に行きましょう。ダメだ、回らない。ちょっと練習のつもりだったんですけど。シャオパイロンミラーバージョン特別演出見てまいりましょう。コリッコリでいくかね。ミンメイさんの第12回カンフーキネマニャンニャンメサイアですね。行きますか。そちらで、すでに特別演出見ております。よろしければエウレカスタジオチャンネルページ、再生リストまとめておりますので、はい、ミンメイさんの分もご覧になって見てみてください。ミンメイさんの時はね、ランカちゃんの、そう、おー、いいですね。今んところいいですよね。思いっきり足をね、上に上げまして。ランカちゃんのね、まあ、それこそルビーニャンニャンで、特別演出を見てきたんですが、まあ、今回はもう先ほど言いました通りね、チャイナがねえと。そこでシリルさんのね、ちょっとドレスチックなチャイナ、だったら、なんか、カナメさんのミニスカをなんとかしてやろうかなと思って。すごいな。いや、いいですね。あ、他の衣装でこのポーズやってほしいな。今のこう、ぐーっとね、股を開くね。いや、いいな。あのポーズいいな。かっこいいな。カナメさんのねマンダリンノーブルで、あ、今のこのギューっていうあのポーズ、やったら絶対見えると思うんだけどな。ちょっと期待してで、ね、カナメさんやってみたんですけど、まあ、残念ながらね、まあ、モロっていうシーンは なかなかなかったですね。ただねこれね、このシャオパイロンミラーバージョンなんですけど、2回目、サビに入る直前あたりかな、闇王作のあたりだったかな、ね、思いっきり足を上に上げる瞬間があるんですよ。そこをね、コマ送りにすると、それこそね、もろ見えです。ほんの一瞬だから、フレーム的にはね、多分 30fps とかで動いてるのかな、これ60はいってないと思うんだ。1秒間に30枚のこの映像がこうパラパラパラってめくれてるうちの多分1枚か2枚ぐらいの、フレームですよね。で映っておりますので、なので画面録画をしていただいてコマ送りするとなんかモロで見えてるシーンがあると思います。多分カナメさんのもモロで見えてると思います。後でエウレカコマ送りして見直してみようと思います。一応特別演出はまあそうですね、今床の映像が、床に出てるね、あの絵がちょっと増えるっていうのと、あとはさっきのポーズですよね、カンフーポーズを撮るといったところが特別演出でした。いやこんなに可愛い衣装なのに、なんで他、あ、フレイヤちゃんが可愛いんですけど、ね、他の人もチャイナ来たらもっと可愛くなるのにな、もうしつこいですね。それしか言ってねえわ。うん、まあでもフレイヤちゃんだけでもね、こんないい衣装見られて本当に良かったです。可愛いな本当、この頭のね、このね丸っこいの2つとね、いいね、へそ出しといい、太ももといい、なんかもう完璧ですよ。
そうしましたら今回はここら辺で終了です。先ほど言っておりますけどね、まあ、ミンメイさんのやつとか、まあ、その他のね、それこそランカちゃんのチャイナ衣装とかもすでにね再生リストにまとめておりますので、エウレカスタジオのチャンネルページからもしくは概要欄のショートカットからですね、飛んでいって見てみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回は以上で終了です。ご視聴どうもありがとうございました。